年も相模原市田名の高田橋上流で泳げ鯉のぼり相模川が行われました。ゴールデンウィークの4月29日から5月6日までの8日間、相模川の上空を色とりどりの鯉のぼりが元気いっぱいに泳ぎました。その数およそ1200匹。これは相模原市内はもとより全国から寄せられたもので、その一匹一匹に健やかに成長してほしいという子どもたちへの願いが込められています。訪れた人に夢と思い出を与えてくれた泳げ鯉のぼり相模川、期間中およそ53万人もの人々でにぎわいました。去る5月4日5日の両日、今年も恒例の相模の大凧揚げが相模原市新磯地区の4つの会場で行われました。ここは会場の一つ、新戸スポーツ広場。大凧が上がるところを一目見ようと大勢の人たちが集まってきました。ここの大凧は大きさ9メートル四方。今年の大事は新磯小学校100周年記念と新磯地区のさらなる発展を願って新磯と命名されました。さつきの青空に高々と舞う相模の大凧、多くの人々の目を楽しませてくれました。皆さんこんにちは。現在相模原市内には6つの老人ホームがありますが、人生80年時代という高齢化社会を迎え、それらの老人ホームが入所している方々のためだけの施設から地域に開かれた施設へと変わりつつあるようです。そこで今日は市内の老人ホームを訪ね、そこで行われているさまざまな在宅福祉サービスをリポートしてみたいと思います。午前9時、老人ホームのマイクロバスがお年寄りの方々をお迎えに回ります。これは老人ホームで行われているデイサービス。体が虚弱なため日頃外出する機会が少ないお年寄りの方々に週 1、2回老人ホームに来ていただき、入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなど様々なサービスを提供しようというものです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ホームに着くと早速体温、血圧、脈拍など健康チェックが行われます。健康チェックが終わると入浴が始まりました。普段家庭ではなかなか大変な入浴も寮母さんの介助で皆さん本当に気持ちよさそうです。お風呂上がりのさっぱりとしたところでお待ちかねの昼食です。栄養のバランスと食べやすさを考えた献立でとっても美味しそうです。昼
しいそうわ。おいしい。これね、白タクでしょ。そうよ。おいしい。ここいいですよ。私一番大好きなんです、ここが。他に楽しみないの。みんないい人ばっかりなの。このピンクの着てるでしょ。その人たちが働いて、よく働いて、もうまめにいろいろやってくれてさ、お風呂に入って背中ゴシゴシ洗ってもらって髪洗ってもらって、だから一週に1回ですね、それ楽しみ。午後からはリハビリ体操、そしてさまざまなレクリエーションと続きます。このデイサービスは普段外出する機会の少ないお年寄りはもちろんのこと、毎日の介護に忙しいご家族の方々にとってもなかなか好評のようです。はい、おはようございます。また普段は寝たきりなどで家庭での入浴が困難なお年寄りを対象に入浴サービスも行われています。入浴サービスには移動入浴者が各家庭を巡回訪問する移動入浴もありますが、老人ホームで行っているのはホームに来ていただいて入浴してもらう施設入浴。とっても気持ちよさそうです。もう最初はちょっと入浴の、自宅の方でやってたんですけども、6年前からここに来るようになったんですけどね、初めてのおばあちゃんが第一号だったんですよ、ここの入浴サービスが。それから生き生きしてね、外に出れなかったんですけどね、来る時の道々の桜の花とかね、そういう景色とか見ながら来て、本当にここへ来て生き生きしました。もういつも髪を切っていただいたりね、で爪を切っていただいたり、であとみんなとの話っていうか触れ合いね、すごくそれが良かったと思います。寝たきりや地方などのお年寄りを介護しているご家族の方が、病気や事故、出産、冠婚葬祭、あるいはリフレッシュのための旅行などで一時的に介護ができなくなった場合、老人ホームへの一時入所という制度もあります。介護者である奥さんの怪我でこのホームに一時入所した平松さん、奥さんにお話を伺ってみました。本当に今回はもう本当にね、感謝感激ですよ。本当にもうよくしていただいてね、こっちもね安心してね入院できたんで、その心配が取れたので、いくらか早くね退院できたんじゃないかなと思うんですけどね。1日1回老人ホームでは一人暮らしのお年寄りのお宅に電話を入れています。おはようございます、電話訪問でございます。これは緊急通報システムを利用した電話訪問サービス。どこかお体に異常はないか、何か困ったことはないか、毎日の電話でお年寄りの安否を確認しているのです。はい、もしもし、はい。この緊急通報システムは、緊急時における安全サービスとして、お年寄りのお宅に無線発信機を備えた緊急通報装置付きの電話機を設置。万が一の場合は、このペンダントを押すと、老人ホームに緊急通報が入る仕組みです。私も兄弟もおりませんし、子供もおりませんのでね、いつお迎えが来てもね、いいと思ってましたけど、これいただいてからね、もう病気しちゃ大変だ、もうそんな早く天国なんかね行く必要ない、皆さんがこうやってね一生懸命面倒見てくださるんだから、生きられるだけね頑張って、まして今100歳の方も大勢いらっしゃいますからね、まだ12年ありますから頑張ろうと思っております。みんなこのおかげでございます、はい、他にも老人ホームでは、一人暮らしで食事の支度が大変なお年寄りに
週2回夕食の給食サービスも行っています。一人暮らしはどうしても栄養が偏りがちになるため、栄養のバランスを考えた心温まるお弁当です。盛り付けが済むと、早速ボランティアさんたちの手でそれぞれのお宅へと配達されます。こんにちは。じゃあこれどうぞ。はい、はいはいはい、どうも、はい、ご苦労様です。はい、すみません。これねなかったからね。日頃訪れる人も少ないので、こうした触れ合いがとっても嬉しいようです。はい、よろしくお願いします。どうも、失礼します。ご苦労様でした。はい。午後3時デイサービスの一日が終わりました。せーの、はい、行きます。はい、あ、私が行った。ごめん。皆さん心なしか表情も明るくなられたようです。いかがでしたでしょうか。老人ホームではこんなにも様々なサービスを地域のお年寄りの人たちに提供していたんですね。今後さらに高齢化が予想される相模原市、お年寄りの方々がより安心して暮らせるためにも、地域に開かれた老人ホームの活動にますます期待が寄せられます。町の話題や相模原市からのお知らせなどをお送りします。相模川ふれあい科学館では5月24日まで宝石魚とカナダの魚たち展が開かれています。シリキルリスズメやパールグラミーなど宝石のような美しい魚たちと、カナダから来た珍しい魚がおよそ20種類。皆さん、ぜひご覧ください。